相談ですね。海外移住5分のことです。斬新なやり方、斬新な手法、斬新なものを知りたいですということなんですけれども、まあ、斬新な手法やり方っていうのは確かにあるはあるんですけれども、一時的で終わるものが多いんですよね。でネットビジネスをやられるにしても何年も安定して稼ぎ続けたいですよね。まあ、毎月毎月同じ売り上げっていうのは厳しいとしてもですね、年間でですね、毎年上がっていく。まあ、今年は500万円稼げたから、次は700万円にするぞとか、そういった感じでですね、上がっていけるというのが理想なんですよね。このストック型の積み重ねビジネスというのは、ネットビジネスでは普通のビジネスよりも容易になります。というのは、ブログの集客記事だったり、こういう動画ですよね。これは資産、ネット上の資産としてストックされていくんですよね。で、どん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 集客が楽になっていくということです。要は見ていただける記事とか動画がどんどん増えていくということは、集客がどんどん楽になって、あなたの自由な時間が増えていくんですよね。なので、こういった方法をどんどんやっていただきたいと思います。お金についてのご相談ですね。うまい節約の方針ではですね、自分で